AWS ブラックベルトオンラインセミナーをご視聴いただきありがとうございますこちらの動画ではバーチャルオン AWS について AWS ソリューションアーキテクトの山田よりご紹介いたします AWS ブラックベルトオンラインセミナーとはサービス別ソリューション別業種別などのテーマに分け AmazonWebServiceJapan 合同会社が提供するオンラインセミナーシリーズです 内容についての注意点として本資料では2023年8月時点のサービス内容及び価格についてご説明しています。最新の情報は AWS 公式ウェブサイトにてご確認ください。また資料作成には十分注意しておりますが資料内の価格と AWS 公式ウェブサイト記載の価格に相違があった場合 AWS 公式ウェブサイトの価格を優先とさせていただきます。 はじめに自己紹介をさせていただきます。AWS Japan ソリューションアーキテクトの山田と申します。普段は製造業のお客様に対して技術的なご支援をしております。本セミナーの対象者としては、製造現場での異常イベントのモニタリングに取り組まれている方、バーチャルアンドオン AWS をこれからご利用予定の方。 バーチャルアンドンオン AWS をすでにご利用の方でより理解を深めたい技術者の方を想定しております本セミナーのアジェンダはこちらになりますまずはじめに今回の主題であるバーチャルアンドンオン AWS に含まれるアンドンという言葉につきましてご説明しますアンドンとは ラインや設備の異常状態や処置状況を知らせるものでトヨタ生産方式でよく用いられる用語になります一般的なアンドンのプロセスはこれから表示していくイラストのような流れになりますまず作業員が異常を発見しアンドンを赤に点灯します管理者は点灯で異常に気づき 作業者と原因を調査します。原因が判明したら、問題を解決するためにエンジニアを呼び出し、処置を行うことで再発を防止します。以上の Andon の基礎知識を踏まえて、次に今回の主題であるバーチャル a ンド n d o n on AWS につきましてご説明します。バーチャルアン Andon on, on AWS とは、 先ほどご説明したアンドンの仕組みを AWS 上で仮想的に実現したものになります。より詳しくご説明するとカスタマイズ可能でスケーラブルな Web インターフェースアンドンシステムを提供し製造現場での異常イベントをモニタリングすることができる AWS ソリューションになります。この AWS ソリューションとは何か次のページでご説明します。AWS ソリューションは AWS にて公開をしている便利な構成テンプレート集で AWS クラウドフォーメーションで展開可能な AWS サービスコード設定を組み合わせたすぐにデプロイできるソリューションとなっています AWS クラウドフォーメーションは AWS リソースの環境構築を設定ファイルつまりテンプレートをもとに自動化できるサービスです展開される AWS サービスの料金はかかりますがソリューション自体は無償で AWS ソリューションライブラリーで公開されています。AWS ソリューションはカテゴリーごとにまとめられているので、例えば分析系であったり、アプリ開発関連であったり、興味のあるカテゴリーで検索いただくことも可能ですし、サービス名などで検索することも可能です。AWS ソリューションはそれごとにランディングページがこちらのバーチャルアンドオン AWS の例のように存在し、 その中でそのソリューションができることや、ソリューションで展開される AWS サービス、具体的なドキュメント、実際のクラウドフォーメーションテンプレートや、それに含まれる設定やコードが公開されたリポジトリのリンクがまとまっています。クラウドフォーメーションテンプレートは、この赤枠にあるようなボタンですぐにお客様のアカウントで展開することができます。予想されるデプロイ時間としては15分となっています。 AWS ソリューションはよくお客様に必要とされるような機能を提供していたりするので、ぜひ活用できるものがないか確認いただいて、車輪の再開発を防ぎましょう。次に、バーチャルアンドオン AWS のアーキテクチャにつきましてご説明します。このソリューションをデフォルトのパラメーターを使用してデプロイすると、 AWS クラウド内にこちらの環境が構築されます。青枠の番号が振られている順番に詳細をご説明してまいります。なお、さまざまな AWS サービスが登場しますが、それぞれの詳細につきましては、本資料の末尾にある各種 AWS サービスのブラックベルトの PDF 資料リンクをご参照ください。まず1番です。Web コンソール部分になります。 ウェブホスティング用の Amazon シンプルストレージサービスおよびそれらを配信するための Amazon クラウドフロントインターフェースが提供されます。AWS クラウドフォーメーションテンプレートをデプロイするとこちらの黒いフットワークのようなウェブアプリケーションが展開されることになります。次に2番です。認証部分になります。このソリューションの管理者は Amazon コグニトユーザープールを使用して Web インターフェースを使ってユーザーとグループを登録できますこちらの黒いフットワークのようなサインイン画面が自動で作られログインできるユーザーやグループはその右側にあるような単位で自由に登録することができますグループごとにアクセスできるメニューオプションを制限することができます次に3番です GraphQL API の部分になります GraphQL API は複数のデータソースから必要なデータだけを指定して1回のリクエストで取得することができます。AWS AppSync はサーバーレスの GraphQL API サービスになります。Amazon DynamoDB テーブルには工場でのデータが格納されており、AWS AppSync でデータを操作することができます。AWS Amplify は 開発からデプロイまで機能が豊富なフルスタックのウェブアプリケーションの構築を簡単にするサービスです。後ほど主な機能紹介のところでご紹介しますが、バーチャルアンドオン AWS ではこちらの黒いフットワークのような様々なページや機能がございまして、それらは AWS アンプリファイで作成されています。 また DynamoDB に保存されているさまざまなテーブルデータから AWS AppSync を用いてクエリなどのデータ操作が行われています次に4番です AWS IoT Core の部分になります AWS IoT Core ルールエンジンはユーザーが製造ワークステーションまたはデバイスメッセージがパブリッシュするトピックをモニタリングし イベントを適切なエンジニアにルーティングしてリアルタイムで解決できるようにします。こちらの黒いフットワークのようなサンプルメッセージを AWS IoT Core の AVA デバイストピックに送信するように IoT デバイスを設定できます。このような設定をしなくても異常イベントは Web コンソールから手動で登録することができますのでリアルタイム性を重視しない場合はこのような設定は必須ではありません。 次に5番です。異常の通知の部分になります。通知を受け取る対象として設定されている管理者や作業者は、このソリューションから異常イベントの通知を受け取ることができます。AWS ラムダ関数と Amazon シンプルノティフィケーションサービスが e、E メールと SMS 通知を送信します。次に6番です。 通知を受け取った承認ユーザーが異常イベントに対応してこちらの黒いフット枠のようにステータスが緑のア o クノ e レッジつまり問題を認識した状態からオレンジのクローズつまり解決した状態に変更したような場面の話になります Web インターフェースで作成確認解決された問題は AWS アップシンクと AmazonDynamoDB を使って記録更新されます 最後に7番です AWS アップシンク GraphQL API は HTTP ポストをリクエストで直接コールすることができます。これにより API ユーザーは他のシステムから v i r t u a l a n d o n a w s に簡単にデータを統合できます。このソリューションで他のデバイスから発生する問題を作成するには AWS IoT Core の AVA Issues Topic にこちらの黒いフットワークのような形式でメッセージを投稿します。以上がアーキテクチャのご説明になります。次に Virtual a n d o n AWS の主な機能についてご紹介します。先ほどのようなアーキテクチャでデプロイされたソリューションがウェブ上でどのように活用できるのかを実際の画面を見ながらご説明します。 バーチャルオン AWS には上部に様々なタブが用意されていますが、この中から主な機能に焦点を当ててご紹介させていただきます。まず、サイトページになります。サイトとは、自社における特定の拠点、例えば横浜工場に相当するようなものをイメージいただければと思います。サイトページを開くと、登録している複数のサイトが表示されます。 このページから新たにモニタリングするサイトを追加登録することも可能です。例えばサイトとして海外拠点も登録することができ、遠隔監視であったり複数拠点の一元監視を実現することもできます。サイト以下はこちらの黒枠のような階層構造で構成されていまして、オレンジの詳細ボタンを押すと、この形式に従ってページが展開されていくことになります。 それぞれの階層における例は右の灰色のようなものをイメージいただければと思います。例えば、サイトは横浜工場、エリアは加工ライン、プロセスは旋盤加工、ステーションは加工セル1、イベントは工具熱変形、デバイスはカメラなどに相当するようなイメージになります。イベントという階層において異常イベントを登録することができます。 次のページでそちらのイメージをご紹介しますこちらがイベント階層におけるイベントの追加画面になります現場で実際に発生した異常の詳細を記入して登録ボタンを押すとイベントが登録されます登録できる内容としてはイベント名イベントの説明 SMS 番号 E メールイベントの優先度イベントタイプ根本原因があります 次に根本原因ページのご紹介になります根本原因の追加ボタンを押すと既存の根本原因リストに存在しない新たな根本原因を自由に記述して追加登録することができます根本原因は異常イベントに登録することができます先ほどご紹介したサイトページにおけるイベントの追加画面において複数の根本原因から該当するものを選択する形になります 次に、クライアントページのご紹介になります。このページでは、上の方にある、サイト名、エリア名、プロセス名、ステーション名、デバイス名などを選択する箇所において、モニタリングしたい組み合わせを指定すると、対象の異常イベント一覧が表示されます。イベントブロックをクリックすると、問題未解決状態を表す赤色や、問題解決状態を表す灰色に変化します。 オブザーバーページから問題が確認されているものの解決に向けた取り組みがまだ行われていないものは基地の問題として黄色で表されます。実際の現場の状況に応じて管理者が色をコントロールします。次にメトリックスページのご紹介になります。このページでは上の方にあるサイト名、エリア名を指定すると 対象の1日あたりや3時間あたりの問題件数がグラフで表示されますまた下の方では発生頻度が高い問題順に相当もでき各平均解決時間も把握できます次にバーチャルアンドオン AWS の推定コストにつきましてご説明します このソリューションの実行中に使用した AWS サービスのコストはお客様の負担となります。推定コストは表に書かれたこれらのサービス要因を想定しています。月額費用の合計で 12.92US ドルになります。ただし、このソリューションを実行するための合計コストは送信及び処理されるデータの量によって異なります。また、2023年8月の時点で 米国東部リージョンでデフォルト設定を使用した場合の推定コストになりますのでご注意ください最後にまとめになりますアンドンとはラインや設備の異常状態や処置状況を知らせるものになりますバーチャルアンドンオン AWS はカスタマイズ可能でスケーラブルな Web インターフェースアンドンシステムを提供し 製造現場での異常イベントをモニタリングすることができる AWS ソリューションになります。AWS ソリューションは AWS サービス、コード、設定などを組み合わせて AWS クラウドフォーメーションでテンプレート化されたもので AWS 公式サイトからダウンロードすることができお客様の AWS アカウント上でデプロイできます。バーチャルアンドオン a w s の場合約15分でデプロイでき 月額推定コスト約 13US ドルでウェブ上から自社工場の異常イベントを管理いただくことができます本バーチャルオン AWS に含まれる各種 AWS サービスの詳細につきましてはこちらのページにあるブラックベルトの PDF 資料リンクをご参照ください本資料に関するお問い合わせご感想につきましてはこちらまで また AWS からは多種多様なコンテンツを提供しておりますので、そちらについてはこちらのリンクよりご参照ください。こちらでバーチャルンドオン a w s についてのご紹介は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。